こんにちは、ルルです。今日はシーンで買った購入品紹介をしようと思います。来月新婚旅行に海外に行くので、暖かい国に行くので、薄手の夏服だったり旅行グッズを少しだけ購入したので、そちらをこうご紹介していこうかなと思います。最後は実際に着てみるので、ぜひ最後までご覧ください。まず最初がこちらのネックピローです。空気を入れるタイプのネックピローってよくあると思うんですけど、私はこの低反発のものがいいなと思ってこちらを購入しました。すごくこうもちもちしていて、こう気持ちよく寝れそうだなという感じです。色はグレーを購入しました。一応持ち運びの小さい収納袋もついていたので、こちらに丸めて収納することができます。旅行に行かれる方ぜひチェックしてみてください。こちらのトラベルポーチです。こちらがベージュを購入しました。黒とかもちょっとここのデザインが違っていろんな色があったんですけど、私なんか一番よく見るこちらのお色を買いました。結構ピンクベージュっぽい感じです。あんまりこだわりなかったので安くて、こういう一つトラベルポーチが欲しいなと思って購入しました。後ろも大きいポケットがついてるのと、あとはマジックテープで開いて、たくさんポケットがついているものになります。クリアのポケットもついてるし、あとはメッシュのポケットがついてるので、ここ通気性いいのでブラシとか入れてもいいのかなと思いました。こっちはメッシュになってますね。深い一番大きいところもガバッと開いて、マチも結構あるので、本当にこう化粧水のボトルとか立てて入れれるかなと思って購入しました。あとはこのフックがついているので、こう洗面所にかけたり、こうやってかけて収納ができるみたいです。お安くて一つこういうの持ってると便利かなと思って購入しました。旅行グッズはこれで以上になります。次はお洋服をご紹介します。お洋服、まず下着なんですけど、あくらかいてすいません。ブラトップを2つ購入しました。まず1つ目こちらからご紹介します。結構こうカップの形が丸くなってるんですけど、ノンワイヤーでペコペコ柔らかい生地になってます。紐も付属でついてるんですけど、私は露出が多いトップスを着るときに着用したくて買ったので、多分このままこう着用すると思います。サイズ感 S を購入したんですけど、全然こうホックで3段階にできるし、そんなにパツパツな感じもなく、こっちですね、結構伸びるので全然 S で良かったなという感じです。ベージュなんですけど黄色みのあるカラーですね。こういうタイプのものをもう一つ購入したのでご紹介します。もう一つのブラトップはさっきのよりもカップブラっぽい形じゃなくて、本当にもう布にカップがついてるみたいな感じで、さらっとユニクロのエアリズムみたいなさらっとしたつるっとした生地になってます。私こっちの方が好みかもしれないです。あんまり胸を盛りたくないとかじゃなければ、さっきの方がこうよりしっかりカップ感というかホールド感あるので、あとどちらもいいところが全周滑り止めになってます。上の部分が、背中も胸の上の部分も全部滑り止めがついているので、こうずり落ちてくる心配がなくて、本当にお安いのにこんな機能性というかすごいなと思いました。こっちのさっきのやつも滑り止めが
上部ぐるっと一周全部についてます。なので紐をつけなくてもずり落ちる心配が少なくていいかなと思います。こんな感じでこっちの方がベージュっぽくてこっちの方がちょっと黄色っぽい色味になります。黒とかもいろんな種類あると思うんですけど、私は白のスケールトップスの時にこういうのをつけたかったのでベージュを選びました。最後がこちらのカップ付きのキャミソールを購入しました。インナーに使えるものを今回たくさん購入したんですけど、結構薄手の季節になってきてインナー困ることって多いと思うので、こう白のこれも丈が短めでパッドがついています。なんか手形にパッドが手形になっています。なんかこうメッシュになってるんですけど、すごい硬くなくて柔らかい、今までで一番柔らかいパッドです。なんかもうほにょほにょって感じのパッドがついてます。生地自体はすごくサラッとしてて伸縮性もあるので、これもすごい買ってよかったなと思います。では次にお洋服をご紹介します。まずこちらのチューブトップです。こちらがお値段が588円で、私はグレーの S サイズを購入しました。これが本当に空張りがたくさんあって、こんな感じで本当にたくさんあるんですけど、おへその上ぐらいかなり短めの丈になっているんですけど、まあ、ハイウエストのボトムと合わせたりだとか、上にジャケットやシャツを羽織っても可愛いなと思って購入しました。この胸の部分が折り返し、この部分が折られているデザインになっているので、私はこう下着感がなくなっていいなと思って購入しました。こちらもカップはついてないので、さっきご紹介したこういうチューブトップを下に着てこれを着るといいなと思って購入しました。で、さっきの下着もそうだったんですけど、こちらもこういう裏に全周滑り止めがついていました。なのでずり落ちてくる心配もないかなと思います。次がこちらのキャミワンピースを購入しました。これめちゃめちゃ可愛いです。これ丈がミニ丈なんですけど、これも後で着てご紹介しようかなと思うんですけど、結構生地は薄めで、でもまあ柄が入っているのにそんな透ける感じではないです。本当にこうテロテロっとした薄い生地のワンピースです。でもパッと見た感じそんなに裁縫がぐちゃぐちゃって感じもなくて、本当にこれ買ってよかったかなと思います。まあ、着てみないとちょっと後でシルエットはわからないんですけど、結構露出高めになるので、夏とかまあリゾート地、海外以外では日本だったらまあ下に T シャツとか着てもすごい可愛いかなと思います。こんな感じで緑とか赤もありました。モデルさんが着るとこんな感じになるみたいです。こちらのサテンのキャミワンピースを購入しました。色はベージュです。丈はロングになっているので結婚式とかジャケットを上に着てこういうのをさらっとヒールで履くのもかっこいいなと思ってシーンで購入してみました。シワがつくのはどうしようもないので後でスチームアイロン当てようかなと思います。これシワがきちんと取れればすごく高級感があるなと思います。これサテンのキャミワンピースがずっと欲しくて、いろんなお店で売ってるので、まあ、どこかで買ってみようかなと思ってたんですけど、シーンで買っても全然
問題なかったですね。これもパッと見た感じそんなに裁縫が糸出てるとかは見当たらないので、結構生地もしっかりしてて、思ったよりテロテロじゃないので、うん、買ってよかったかなと思います。こちらはアプリコットというカラーを購入しました。すごく色が可愛くてどれも迷ったんですけど、ダークグレー見えるかとか、あとモカブラウン、これすごく迷って、あとグレージュっぽい感じの色なんですけど、モデルさんの着画はこんな感じ、ちょっと胸元がこうたゆむようなデザインになってます。これも後で着てみたいなと思います。次がこちらのデイジーというシーンのブランドですね。購入した白いオフショルの T シャツトップスです。こちらは本当に薄い T シャツ、リブ生地になっていて、もちろん透け感はありますね。なので、まあ、白いチューブトップだったりとか、さっき購入したブラトップを中に着込みたいなと思います。これも結構、まあ、スケールはスケールけど全然なんだろう、ちょっと重みのあるテロット感のある生地で、思ったより全然安っぽくなかったです。ギャルっぽくもカジュアルにも綺麗めにも使えるかなと思います。こちらも色はたくさんあって、私はホワイトの S サイズを購入しました。モデルさんの着画はこんな感じです。以上になります。実際に着てみたいと思います。まず1着目はこちらのオフショルのトップスを着てみました。 S サイズを購入したんですけど、結構ピタピタですね。私あんまり胸もない方なんですけど、結構ピタピタしてるので M サイズでも良かったかもしれないです。黒とかだと S でも気にならないかもですけど、 S だと結構透け感が出ちゃうので、これさっき中にご紹介したエアリズムみたいって言ってたブラトップを着用してるんですけど、まあ、若干透け感はあります。肉眼で見るとそんなにスケスケってほどではないので、ブラトップじゃん、あの最後にご紹介したこうおへそぐらいまであるインナーを着ていただくと、こうやらしさもなく、こうブラ感がなく着いただけるかなと思います。もう結構生地もしっかりしてるので、全然違うカラーも私買い直そうかなと思います。こう腕を上げても肩が上がってくる感じがないので、もともとこういう形のトップスなので、無理やりこう肩を出して待つ感がなくて、すごくいいかなと思います。チューブトップは全然締め付け感がなくて着心地がとっても良かったです。次はサテンのワンピースを着てみました。私は身長が149センチなんですけど、全然裾が引きずらなくてとってもありがたかったです。私は S サイズを着用しているのと、結構アジャスターを締めているので、高身長の方は M サイズ、L サイズでアジャスターを調整していただくと、ちょうどいい丈で着ていただけると思います。こんな感じで、ちょっとたゆんでるんですけど、全然そんなポロリする感じの緩さではなくて、こっからちょっと緩くなってる。こっからガバガバじゃなくて、このトップをちゃんと押さえて、こっからちょっと広がりがあるので、下にしっかりヌーブラだったりとかつけていただくと大丈夫かなと思います。背中結構広めに開いています。意外とタイトでいい感じかなと思います。次はこちらの花柄のワンピースです。肩紐がポイントになっていてとっても可愛いです。後ろはファスナーがついています。
結構ウエスト周りもぴったりとしていてスタイルよく見えます。私はスニーカーやキャップでカジュアルに着こなしたいなと思っています。胸元のゲザーがポイントになっていて可愛いです。そんな感じで今日の購入品紹介は以上になります。ところどころ音声が聞き取りづらかったので初めてアフレコに挑戦してみたんですが、いかがでしたでしょうか。ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。